本日カフカ実装でございます。カフカのね、PV がめちゃくちゃかっこいいので、まず一旦見てテンションぶち上げてから行きましょう。いや、でもやばいわ。いや、ただのエンジョイズでね。あ目標出現、目標出現、これは演習じゃない。動揺が伝わる。あら、あら、怖がれないで。聞いて。怖いやろ。私を招待したのは君かしら。これなんやろね。有名な曲だよね。でこれね、バウンティーって出てて、バウンティーって懸賞金って意味なんですけど、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、108億9900万。単位は何？信用ポイント？108億ってやばない？インフレしてるよな。まあ私、バウンティー5000兆円なんで、まあ私の勝ちなんですけど。銀狼もやばかったよね。銀狼が50億とかだったかな？で、なんかジンもね、PV によく見たらね、懸賞金があるっぽくてね、80億とかなんですけど、カフカ一番高いね。108億。懸賞金がインフレしてる。108億、ベリー。そうか。だからワンピース海賊王ゴールドロジャー55億なんで、ワンピースの海賊王ロジャーの2倍だね。やばいね。バリかっこいいっす。108億これだけでテンション上がるわ。こういう数字見せられるとちょっとテンション上がるタイプなんで。聞いて、私を招待したのは君かしら。いいねこれね。ノリノリなんよな。クモの巣はモルック、触れれば破ける、切り裂けるのはそれより脆いものだって。例えば、ここ好き、ここ一番好きかもしれない。私かっこいいわ。じゃあ銃と刀とワイヤーよ。オタクが好きなもん全部詰まってるわ。運命はどうして幾千の顔を持ちながらその一面しか見せないの？すげえな。君が覗き見てたの？さて、どこに隠れているの？いやー、気合の入り方が違う。どんな結末を迎えるか当ててみる。表と裏、君は当てられた。これがカフカの PV です。まあ、カフカは一番最初にスターレルで出てきたキャラですよね。最初謎の美人がバイオリン弾いてるみたいな。エアバイオリンだったな。ちょっとツッコミどこ多かったけど。それが今スアレル来て100日経ってるから、ついに来たかって感じですよね。じゃあお待たせしました。ガチャやろうかなと思います。ガチャ引くならどこがいいんだ。カフカここだね。カフカがダイナミック落下したとこはここな気がする。ガチャありますか。じゃあ基本星5キャラ無凸確保で、モチーフ公演水も無凸でね、無凸無凸確保でやっていこうかなと思いますので、まあ、そこのところよろしくお願いします。あー緊張してきた。ちょうどジン来てから9連溜まってるな。行きます。むごたらしく爆死しろ。ひどない。爆死してたまるかよ。一瞬で引いてやるわ。のがあんまよく分かってないな、まだ。後ろ。私が悪いっすね。何でもできるよ、したら。でも。カフカ、ウルトの火力やば。来た！虹！バラロー、バラロー、バラロー。良いぞ。来た。うわあ。うわあ。よし、やったぜ。すり抜けないで来た。でしかも星4コエン水一つに星4キャラ2人か、めっちゃ引きいいじゃん。いやこれは勝ちだな。ここに、あこれこれジンか。服的にあんま立ち絵まじ、あこれ銀狼か。立ち絵ちゃんとこれ、ね、猫にジンに銀狼。おー、すげえな。全然気にしなかった。なんかただのモブキャラだと思ってた。こうしてバージョン 1.2 で立ち絵見たら全然見方が変わってくるな。性格ハンターのさ、ナンバーワンってエリオだよね。ナンバーツーかな、カフカは。実質ナンバーツーみたいな感じだよな。かっこいいね。
あ、なんか めっちゃ引きいい気がする。これはちょっとスクショ取っとこう。じゃあカフカ早速育成いたしますか。パーティー編成加えましょう。銀狼と気持ちちょっと一緒に使ってあげたい。カフカ入れて。チーム編成ボイスとかはないか。で、銀狼を、ヒーラーでは優秀なラセッツ。めっちゃ優秀やからね。あと一人誰が相性いいんだろう。ヘウンとかか。なんかこれでめちゃくちゃ強いパーティーになってる気がするけど。とりあえず、どんなキャラかあんま分かってないんで、腕試しいいっすか。キャラを試し。来た。敵が受けている持続ダメージを直ちに1回発生させる。複数の手段で敵を完全に状態にする。通常攻撃 90% の雷属性ダメージを与える。普通やね。スキル、こっちか。月明かりが撫でる連綿。名前かっこよすぎんか。月明かりが撫でる。敵単体ね。ね、カフカに攻撃力 140% の雷ダメージを与え、隣接する敵に 52%。全体3体の攻撃。指定した敵が持続ダメージ状態である場合、付与された全持続ダメージの状態が 71% 分のダメージを。つまり何？なんか燃焼とか、劣走とか風化とか感電状態を一気にかかってるデバフのダメージを一回全部発生させるってこと。えぐない？それでさ、継続回数とかは減らないよね、これ。つまりデバフかけてればかけてるほどスキルの火力が上がるっていう認識でよろしい？すごいな。でも、このスキルで、でも感電にする方法なくね？いや、爆発、ウルト。悲劇最果ての感じ読めね。敵全体に 72%。倍率はそんなもん高くはなくない？ 100% の基礎確率で敵を感電にし、おー付与された感電状態が本来の 95% ダメージを発生する。おー、あ、なるほどね。感電付与していきなり感電のダメージ引き出すから、トータルですげえ火力になるんだ。感電状態の敵はターンが回ってくるたびにカフカの攻撃力。アンダスタン、アンダスタン。72% の全体攻撃だよ。と思いきや、感電状態で 224% 分、だ持続ダメージの方が本命なのね。で、しかも 224% のうちの 95% が引き出されるから、トータルの倍率がえぐいのか。強ない。これは？テンプ。優しさもまた残酷。カフカ以外の味方が敵に通常攻撃を行った後、カフカは追加攻撃、連携攻撃。原神だとチートだぞ。その敵にカフカの攻撃力に 115%。115% 分の雷ダメージを与え、100% の基礎確率で攻撃を受けた敵を必殺技が当たるものと同じ。は？あ、一ターンに一回までなんや。あ、さすがにね。一ターンに一回、カフカが味方と一緒に連携攻撃を行って 115% のダメージを与えて 100% で感電にするってえぐない？しかも必殺技と同じ感電って 224% の雷持続ダメージだけど。えぐない？ヒギは敵全体攻撃して、50% の雷ダメージを与えて、はいはい。これは普通やね。うん。野鳥行くか。うん。発音がカフカで草。カフカ。通常攻撃。刀ね。木々は？痛い？え？痛い？許しは慈悲にあらず。攻撃範囲広すぎやろ。ふぅー。来た！あ、これはもう読んだんで完璧に理解してる今。さあ、よろしくお願いします。邪魔しに来たの？これ、セイバルはスキルで感電つくよな。はい、感電ついちゃいましたね。じゃあ、ちょっと固有テンプ見たいんで、ちょ、3歩でスキル使えてもいいんやけど、通常攻撃やるわ。連携攻撃発動するらしいで。はい、連携。あ、これか！落ち着いて。顔はなしですよ。顔はなしです。顔面セーフです。で、敵に、真ん中の敵に、感電。勇士、風化、感電。これ4つ全部起こんのこれ。やばないこれ。いくよなんかちょっとね。ダメージの数が多くてよくわからんかった。で、さらにウルトで、まあダメージいっぱい出て、まあダメージいっぱい出ると。はい、オッケー。いくぜ。等倍速で。素晴らしい時は、やがて過ぎ去る。これちょっと小さい。音量上げるか。素晴らしい時がやがて過ぎ去る。君が覗き見てたのじゃないんだ。ボイス変わってるな。お別れの時間よ。えぐいな。で、これもうみんなで感電ではめまくればいいんやろ。すげえ、セーバルの等倍速初めて見たかもしれん。で、これ倍速も見たいね。追加料金ですよ。あ、散歩で風化めちゃくちゃつけて。立ちなさい。デバフのダメージの数がやばい。
今何個ついてる？1個、2個、3個、4個、5個、6個、6個ぐらいデバフかかってるわ。これでスキルでなんかちょっと数字が多くてよくわからん新しい商売だ。これ連携攻撃やばい。あ、死んだわ。なるほど。すごそうということだけ分かったわ。じゃあ育成しますか。だいたいどんなキャラか分かったんで、レベル上げてきます。素材は割と集めてるはず。聴覚、いやースターレール始まってから3ヶ月以上経ってついにカフカ来たわけっすね。長かったいやこれ、ね、カフカ来るからスターレール帰ってきたわって人も絶対おるんよね。ツイッターとかでめっちゃ広告出てたしな。60レベル。素材足りるかな？聴覚。あら、全然足りないじゃん。70レベル。まあまあ、敵倒しながら集めればいい。今日のセルラン1位らしいよ。そりゃな、そらセルラン1位になるわ。あ、ジンちゃん入れる？オッケーオッケー、わかった。じゃあ、性格ハンターパーティーで染めよう。ジンを入れれば確かにパーティー編成が組める。カフか、皆を招こう。で、銀狼。で、ラストはヒーラーやな。ラセツか。なんだこのパーティー。強いんか。まあ、いけるか。なんか公演数ないのか。これが合うとこはあんま思わんけど。あ、でもデバフいっぱいつけるキャラだし。ありか。うん。悪くはないのかな。うん。で、モチーフ公演数もね、当然今回は引きに行きます。別はちょっと後で組むか。行こう行こう。皆を招こう。欲張りセット。ラセツが強い。いや、マジ、今んとこスターレールで一番強いキャラ、ラセツな気がするな。火力面だったらゼーレだと思うねんけど。ガツンと厄介を避け。スキル使ってから爆発の方が良かったな。まあまあまあ。皆を招こう。厄介のため。カフカが強いから。え、デバフ専用パーティーじゃなくてもいいの、カフカ。マジで剣に連鞭は不要。聖はなしだ。視聴よきたれ。いいダメージ。連携攻撃やばいな連携攻撃多くない？2倍速ってこのもん。バーンで、ウルト溜まって、余計な償いたまえ。亡者再臨。ナイス。あ、ありがとう、殴ってくれて。ジンちゃんをいっぱい攻撃してくれる方が嬉しい。悲願早々ダメージ F。 やー、強い。仕事してる気がする。現時点で異物何もつけてないけど、もう仕事してる気がする。強くね全然戦えるやん。これえぐいよな、連携攻撃で。関連ダメージ引き出してきた。2倍速いく。やがて過ぎ去る。素晴らしい時はやがて。脳死でピン刺しはできない。まあさすがにね。メインアタッカーとして使えるんじゃないかな。さようなら。ボイス変わってね。君が覗き見てたの？どこに隠れているのかしら？じゃなかった。なんかボイス変わってね。いや、めっちゃ嬉しいんやけど。テンション上がってきた。よいしょ、早く育成したい。早く育成したい。早く早く早く。早く早く。任せろ任せろ。育成一瞬で終わらせたら。いや、前もって素材集めときよって話なんやけど。脆いがゆえに美しい。やばいな。でっか。でっか。呼吸するその感覚、覚えておいて。呼吸するその感覚、覚えておいて。すごい。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。等倍速でいきましょう。お別れの時間よ。いや、笑うわ。全員死刑。全員死刑怖いこと言う。まあ言いそうだな。ちょっと待って、左下のやつ邪魔じゃね？これ邪魔だ。いつもスターレールやるとき上に持ってたんや。カフカのさ、何をためらうじゃないのよ。カフカの左下にあるこのマークはなんかわかる？スターレールのキャラクターってさ、自分の
こういうスキルが溜まってる時ってこうやって2分の1とか5分の0とかぐるぐるするんだけど、これ何のマークやろ。なんかカフカ、あ、連携攻撃か。はいはいはい。もう発動可能なんでやばいよな。強えな。連携攻撃、おいおい、発動回数多くない？リポップしたガツンとくるやつで行こう。カフカの連携攻撃パッシュだいぶやばい気がする。少量来たれ。おい、ナイスー。お待たせしました。人体は皆脆いがゆえに美しい。やばいこと言うな。70突破のお時間です。35個貯まりました。まあ、世界ランク上がってるとね、一気に5個集まるから楽やね。ポイーン。レベル80まで上げるよね。まあ足りないよね。っていうのはまあ織り込み済みだったので。やりますか。皆を招こう。バトルパスの報酬を一気に受け取る時が来た。32レベルまで一気に行こう。どれがいいんだ？一回これは選ばずに。はいはい、梅。紫本112冊。エーテル112。これだけあれば、燃料も8。これだけあればいけるっぴよ。80レベル。来ました。奇跡あげるか。あ、奇跡の効果ちゃんと見てないわ。右から。感電状態の敵が倒された時、カフカはさらに EP を5回復する。カフカ使ってたらほぼほぼ相手感電してへん。じゃあ、ほぼ常時5回復するってこと？敵キルしたら。ウルトって何ポイントですか？あなたのウルトの EP は何ポイント？ 120。120って平均的やんな。平均的か若干ほんのり重いぐらいか。これ強いな、これ。あ、開けます、当然。いいね。こちらは？ウルトを発動したとき、敵は、付与された感電状態がダメージを発生するから。なるほど。やから、普通の状態のスキルは、雷のダメージだけ引き出すんだけど、この固有テンプ開けてたら全部の持続ダメージが引き出されるんだ。ダメージ発生させるんや。えぐいな。覚醒。これは？ウルト。意義。テンプによる追加攻撃が敵に感電状態。へぇ。基礎確率 100% だったのが 130% になるってこと？茨。強っ。100% 超えてるのにはちゃんと意味があります。相手がね、効果抵抗を持ってる時とか結構あるので、まあ、これでより安定して感電つきまくるね。これ強いな。じゃあちょっとテンプレベル上げていくか。効果命中、攻撃力。効果命中大事そうやな。効果命中上げて、効果命中上げて、攻撃力上げて、HP はいいな。攻撃力上げて、効果命中上げて、攻撃力上げて、止まらぬ。攻撃力上げて、テンプレベルどこまで上げよう。優先順位ありますかね。通常攻撃はまあ上げなくて良さそうだな。テンプも上げなくて良さそうだな。連携攻撃の倍率が上がるだけだろう、テンプ上げても。スキルと爆発ですかね、テンプの優先順位は。ちょっと初見私の感想だと。スキルと爆発を両方上げていこう。まあ6まで。爆発大なり大なり、スキル大なり大なり、テンプか。まあ爆発スキル、めっちゃ優先に良さそう。8まで上げたいな。キョムキョムプリンの素材をいっぱい集めてたんで。あー、キョムキョムっちゃうね。よし、スキルと爆発8レベルだぞ。で、攻撃力も上げちゃうよ。これで十分強くなった気がするな。効果命中もあるし。じゃ次、異物つけてみよう。異物何がいいっすか？開拓者の皆さん、質問があります。持続ダメージって、会心は関係ないよな。持続ダメージは会心判定は乗らない気がする。雷ダメージバフはいります？あ、乗らない？攻撃とダメバフだけ。会心は乗らなくてダメバフは乗るのね。理解しました。じゃあ、生物はそうだな。攻撃力が大事なら、雷4セットだな。攻撃と速度があればいい。サブステータスに速度とかついてるやつあったかな？足も攻撃力がいいかな？速度の方がいいか。じゃあちょっと、禁断の手段を使おう。合成。皆を招こう。雷鳴轟くバンド。脚部。ピン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 。2個なしな。ちょっとこれもったいないわ。いきます。5個足が出てくるんで、ここに速度があることを祈ろう。皆を招こう。君が覗き見てたの？え、これよくない？こう、あー、でも、まあ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 。速度。いや、防御いらないんですよね。速度。いや、防御いらないんですよね。速度。いや、防御いらないっつってんだろ。うわー！攻撃でも全然いい。まあ、連携攻撃あるしな。まあ、攻撃でもいいならまあいいか。でも速度あった方が、まあ、あれね、アスターとか入れてごまかしたらいいのかな。あ、アスターいるかいないかでちょっと速度ごまかせる説あると思います。続いて、メインステータスは雷属性バフですね。何のステータスが欲しい？サブステータスは。攻撃、速度、効果命中あたりか、じゃあ。
大部の2セットは何がいいんだ。ヘルタ一択、ヘルタか銀河。ヘルタってどれだ。あ、これか。宇宙ステーションでいいんだね。あ、じゃあもうあるわ。これでいいかな。攻撃力が10、うん、なるほど。攻撃力が 12% 上がって、さらに 12% 上がって 24% 上がるからいいと。でもこれ発動条件速度120じゃん。速度120以上だったら速度ないから無理じゃね。だから速度足がいる。理解理解。ヘルタの2セット効果発動させるための速度120以上っていう条件を引き出すための速度足だね。モチーフ武器で速度漏れる。マジ ?EP 効率と攻撃どっちがいいかな。連結縄は攻撃の方がいい。オッケーオッケー。できた。ヘルタはこれで完璧や。あー、足だな。メッセンジャーとかってダメなん?雷メッセンジャーとか。雷鳴とどろくバンドプラスメッセンジャーとかありな気がするけどな。メッセンジャー結構周回したんでいいのいっぱいある気がするよ。速度靴。なんか強化しなくていい気がしてきたな。さっき私靴の厳選してたの何だったんだろうな。速度プラス 6% ってどれぐらい?基礎ステータス見たらいいんだ。速度は、カフカさん100あるんで、6% 上がったら6上がるのか。はいはいはい。全然雷2セットとメッセンジャー2セットありだな。速度と攻撃にぶっぱね。バンドじゃなくて、ガンマンでもいいよね。速度ガンマン結構いいのあった気がするぞ。うん、ない。じゃあ、既存のキャラクターのやつから回すか。羅刹、銀狼、銀狼からパチるか。銀狼ちゃん、すまん。ちょっと君の脱ぎたての靴借りるぜ。雷ガンマンでいきますね。できたー。ちょっとお待たせしました。頭はまあ、適当でいいでしょう。頭なんで。で腕、攻撃力。胴体、攻撃力。足、速度。で、雷バフ、攻撃連結縄ということで。安静ですわ。速度131あります。攻撃力化け物ですね。で、公園水を、まあ、星5公園水持たせてあげたいよね。やりますか。完全体、カフカを見ましょう。70連で、ルカ何回出た?星座進めてあげよう。で、お寿司ちゃん、貫突。4突見て。笑わんやつおらんやろ、これ。やば。あ、これエロいな。美少女やな。4突めっちゃ笑うわ。うん、した3歩3突で、ね。うん。いつか使いたいな。あ、ルカが、あ、ルカ無突なんだ。じゃあルカ1だな。70連引きました。カフカ1のルカ。ルカ1ですね。ここから、モチーフ公演生松の実を引きに行きましょう。じゃあとりあえず、10連から。武器ガチャは天井、原神と一緒だよね。キャラガチャは天井90連で。え、え、光ってた?え?あれ?いや、いいぞ。これ貼った、持ってなかったし、クララの笑顔で全てが洗い流されるっていうか、まあ、10連初っ端で来てくれてないっす。だから虚無だろう。クララ。あかわいい、かわいい。クララ欲しいんだよな。いいですね。体力回復しながらダメバフと攻撃力上がるっていう、まあ、ザ壊滅ですね。これは20連目いきましょう。でそっからヘルタ方が伝われる。よかった。3万6000円でキャラも武器も両方引けて引かれ。よし、カーフーか、カーフーか。いや、もう確定してるんで、私はただ待つのみ。待っててるんよ、クララが。はい、松の実。あ、いいっすね。私も、こんな感じの朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、いつも食べてますよ。今日の昼ごはんは、レンジでチンする、ペペロンチーノですね。結構キャラ来てくれたな。いいね。ナイス、松の実。効果初見です、これ。装備キャラのダメバフ 24%。まあ、強いね。装備キャラが攻撃を行った、そう!公園水で速度上がるの ?4.8%。あ、じゃあ速度靴いらない説は。カフカって基礎速度100やろ。だからこの公園水だけで速度114までいくのか。装備キャラの攻撃で敵に命中した時、有志状態で名前あり有志状態にする。有志状態は感電、感電とみなされる。有志状態の敵はターンが回ってくるために 60% 雷ダメージ。何このカフカ専用公園水みたいな。公園水は、いや、カフカ専用公園水か。感電とみなしますよっていう状態以上を追加しちゃうんだ。やばいっすね。レベまで速度プラス 24%。 わー強いな。うん、強いやろな。じゃあ公園水と松の実強化しましょう。カフカらしい公園水ですね。公園水でね、松の実っていうめっちゃシンプルな名前が一周回っておしゃれ。
タアレイルの光遠水で星5はね、結構星4と比べて破格の性能してるのが多いわ。お待たせしました。完全版、カフカ。お見せいたします。スキルと爆発のテンプレベル88で、まあ無凸で。で、生物も雷ガンマンで、誰でも組めて。来た！お待たせしました！光遠水、松の実レベル80。カフカ、レベル80。これは完全版じゃない？で、異物もいい感じ。攻撃力3500。良いな。速度131。良いな。これで光遠水でもっとギア上がるやん。さあ、育ったぞ。いい感じの練習できるやついないか。ボス戦とかがいいかもな。お、雷弱点じゃん。お、元老ちゃん。おじさんが君をボコボコにしに行くからね。三歩強いですよ。三歩育成やるか。いや、全然あり。いて。デコピン。いいところに来たわね。いいところに来たわね。相手に感電ついてないときは通常攻撃でいいんじゃない？いいところ。猛者再臨。猛者再臨。で、通常攻撃、連携攻撃。落ち着いて、感電。ん？あ、感電と勇士。これは、モチーフ光遠水のデバフやな。やな。ガツンと来るやつでいこう。ガツンと来るやつでいこう。聖はなしだ。聖はなしだ。戦士を授けん。余計な。余計な。あ、感電だけで一番ダメージ入ってる。は？マジ？闇がよさけん。あら、優しい。リポップした。食らいすぎやろ。大丈夫、問題はない。あー、ちょっとスキルポイント返して。なんかデバフをエーテルコード、血管3型、血管2型、量子ザクシー付与、全体生誕関連1。はい、スキル17000からの、あ、ちょスキルポイント返せ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。はいはいはい、もう、まあ、2つ感電入ってるで。お別れの時間よ。おーおーおお、これで感電3つ入ってんじゃん。スキルポイント回復して。避難早々立ちなさい。感電何本入ってる、これで。あ、感電融資、あ、2つまでか。でも風化も入ってるから、これでいっぱいダメージ引き出せるよね。あ、2万ダメージ入ってる。スリップダメージやば。命よ。カフカ強いっすか。いや、まだは言い切れんけど、連携攻撃とか関連がすごい強そう。ガツンと来るやつで行こう。3歩いればもっと出ると思うで。マジ速度速いから、行動回数が多いわ。はい、家の撃破。来た。かっこいいんだよな、この攻撃。なんだ見ても。お別れの時だ。お別れの時だ。もうじゃ再臨。じゃあちょっとギア上げていくか。領域展開。いや、カフカが見たいから R は、いや、使ってもいいけどな、全然。はい、連携攻撃。感電。殴る。これ最大体力が減るデバフか。皆を招こう。全員死刑。全員死刑。爆発使ってからスキルの方がいいよな。素晴らしい時はさようなら。ああ、強い。あ、強い。これ3歩と組ませたらやばいんか、多分。3歩なんか。立ちなさい。へえ、リポップしガツンとくるやつ。これ虚無の模擬宇宙絶対おるよな。身の程を。怒らせた、怒らせた。最終段階。最大体力が減るデバフ結構きちい。呼吸するその感覚覚えて。もうじゃ再臨。散歩やばい。オッケー、じゃあ散歩育成しよっか。素材1から集めることになるけど、いいよ、やってやろうじゃねえ。
あーこれ持ち100コイン数でかいな。感電ダメージ発生させんのが。落ち着いて。はい、感電。やべ、めんどくせえ。いけーインゲスくん強っ。剣に連瓶は不要。剣に連瓶は不要。天使を授けん。主張よ来たれ。全てを終わらせる。全てを終わらせる。そうそう。素晴らしいと。さようなら。ルカでもいい。ああ。ならルカの方がいいかな。新キャラだし、じゃあルカでもいいならルカにしよっかな。おおおお。これデバフ3種類かかってんじゃない？感電。そうだよね。モチーフ光炎水による有志で、固有テンプによる感電、弱点撃破による感電、3種類の感電がかかってんのやな、これ。良いな。猛者再臨。償いたまえ。バトル体験。ボコボコにされてるわ、元老。こんなもん。散歩の方がいい。あ、そう。散歩にしよう。ちょっと悩んでるっていうな、でも。ガツンと来るやつで行こう。立ちなさい。とどめをカフカに決めてもらいたい。力。三万千。力。腕。おお。腕。おお。BGM いいな。担保の育成を始めましょう。育成大変だな。今あるパーティーでできる編成を探す方がいい気がするな。アスターならいけそう。アスター初めて動かすな。よし、これでアスター結構気楽に組めたな。パーティー編成。カフカ、アスター、平運、羅刹。これ強いんか？一回、メタバース、もぎっていいっすか？もぎって虚無の運命合わせた時が絶対バチバチに楽しいでしょ、これ。もぎってこうぜ、虚無楽しいぞ。私虚無の運命取って、もぎ打ち一回もやったことないから。多分初めて見る効果ばっかで多分楽しいよ。行くなら第三世界でしょ。速度アップ強いな。やばい。これはもっと育成してから来るべきだったね。スキル一撃が。あ、銀狼いた方がいいな。どうしたらいけた？これ、このパーティー強いけどな。3歩入れた方がいい。3歩行ったら人生撃破できて、隣のやつにデバフが移せてやれたね。3歩の育成やるか。3歩銀狼入れる。銀狼入れればいけたな。銀狼俺ならいけそうやな。リベンジするか。銀狼ってやっぱ偉大なんだな。罪をなくせんのはでかいわ。ちゃんと虚無を選びまして、忘却の庭でカフカが活躍できるっぽいから、ちょっとそれも見届けたいし。分裂金か。ちょっと取りに行きます。すぐ戻るわ。ちょっとカフカのかっこいい待機モーションを見てて。あ、でもバレそう。いや、これバトルしていいんじゃない？このゲームは崩壊スターレールだぞ。崩壊スターレールはオート戦闘が可能。これはトイレ行くためね。スターレールは放置が可能なので、時間さえかければまったり何でもできるんですよ。虚無攻撃受けた後持続ダメージ状態になる場合、ランダムな持続ダメージ一つを発生させる。強い。いいぞ。開幕がいい。トム。攻撃受けたとき弱点撃破状態にある場合、75%。めっちゃいい。レア度青の2個来たぞ。やばい顔で固まってた。マジ？チェックメイト。へえ、リポート。もう虚無が活躍してる。虚無。持続ダメージ1つにあるとき、被ダメージプラス 3%。いいじゃん。激得 50% も捨てがたい。こっち。あっちも取る。もう3つ揃ったぜ。教育、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 教育。パオ。これでエネルギー10手に入るの、EP10 もらえるのでかいな。あ、めっちゃ調子いいわ、虚無。今、勝ちを確信しています。この先に、形のない巨大なダークウェブが広がってるようだ。緩んだ精神を集中させる。ダークウェブへ向かう。戦闘に勝利して祝福を選択するとき、選択できる祝福の数マイナス1。
まあでしょうね。そんな気はしたわ。2個しか選べないじゃん。あ、お、アッハに見くびられてはいけない。アッハに見くびられてはいけない。は？あら、うずうずしてるようね。は？刮目し、100%。は？ひでえな。いいところに来たわね。なんか気をつける順番とかあるっけ？スキル打つ順番、まあまず銀狼当てて。倍速ってこんなもん。いやもうトライペソヘドロンサイコロ様に期待するぜ。パン。いやいい。からのいい。戦闘スキル44000。ガツンと来るやつで行こう。ガツンとみかん。亡者再臨。いいよ。素晴らしい。もう相手が何もできない。最高。で連携攻撃。ピュン。一気に片付けましょう。諸悪退散。素晴らしいと。さようなら。さようなら。ウルトがめちゃくちゃ回る。いや楽しい。楽しい。楽しい。強っ。バリ強くないカフカ。いやこれ見たら強いってわかるでしょ。さっきがどうかしてたんだ。ちょ、虚無来い。あ、来た。敵のターンが回ってきた時持続ダメージをさらに1回発生させ、その敵に付与された持続ダメージが 90%。 追加で1回バリバリを発動させるの絶対強いじゃん。よく壊滅時空のプリズム。どうせリセットするからね、トラペゾヘドロンサイコロで。じゃあ、よくかな。150% で凍結。ええやん。お願いします。ヘルタさん。トラペゾヘドロンサイコロをください。おお。クラブチケットかな？まだ早い段階だし。性能だけ見たらジンとゼーレと比べてどう？ゼーレは私の中では一番ゼーレが強いんだよな。うん。別軸アタッカーとしての別の強さで言ったら、ラセツが一番強いんだけど、私の中で今一番ラセツ、二番ゼーレなんだよね。スターレールのキャラの強さ。ジンよりはカフカの方が上な気がするな。銀狼はも、は上。私の脳内ティアはラセツ一番で、その下に、ゼーレと銀狼がトントンぐらいでいて、カフカはその一個下ぐらいで結構上な方なんじゃないとは思いますが、どうなんですか。あくまでワイの意見です。おぉ、デバフまみれ。ジンはキャラ揃ってないときつない？ラセツいなきゃ、きちい気がするな。祝福が1個減っちゃってるせいで、つらいわ。誰のせいだ？私のせいか。なしか。キャム。効果抵抗10、マイナス10。効果抵抗きちゃう！まあ、じゃあこれがいいって言ってたから、ちょ、真ん中で。感電。燃焼。ターン回ってきたら死んでいく。おもろ。体力半分以下になったら凍結させるかもよ。まずスターレールの限定星5は全員強いっていうね。感電。風化。燃焼。それ。はい、ポーグ。10万。落ち着いて。わからん。何がどういう仕組みでこんなダメージが出てるのか私には理解できない。虚無弱記念。うわ、めっちゃ虚無集まってきた。虚無、4周期きた。4ラウンド以内に倒す。任せろ。今の私は10万ダメージ出せる。あ、やだ。こいつトラウマ、こいつにね、さっき積んだんですよ。カフカ、テーブン、アスター、ラセツで言ったら弱点全く壊せなくて、カウンターだけで体力めちゃくちゃやられたんですけど、今回は銀狼がいる。銀狼がいれば、ハズレキャラはいなくなる。リベンジマッチと行こうぜ。リベンジマッチと行こう。私を楽しませて。やべ、銀狼がいる安心感。あ、雷弱点ついちゃったね。死ぬしかないね。はい。君は
雷弱点がついた。全員死刑。死刑。デバフかけて。関連関連ふかふか燃焼燃焼レソレソ。はい。走る。覚えてろよザコが。さっき欲もぶっ殺しやがって。お前はなたまたま雷耐性を持ってなかっただけでな。え、めっちゃ。落ち着いて。え？え、めっちゃ気持ちいい。なんだこれ。終わり。弱っ。銀狼最強だ。遵守記憶、記憶かな。素晴らしい記憶損を。さすがにちょっと星3レアはちょっと取るな。なんか記憶の祝福集めてるわけじゃないけど記憶が集まってきた。あら、うずうずしてるよね。俺はどれから行こうかな。雷弱点。痛い。痛い。いいとこに来たわね。はい、まずデバフいっぱいかけて。素晴らしい時はさようなら。さようならして。パオ。10万。千の神器を持って。でダメバフを。EP 回復とダメバフ上げて。スキル。4万7000。バトル体験。先に防御力下げてよかったな。まあまあまあ。ええわ。あ、凍っちゃったね。何もできないね。あ、雷で撃破特攻やってもよかったな。まあまあまあ、反省反省。一気に片付けましょう。諸悪退散。諸悪退散。あー、死んじゃう死んじゃう。素晴らしい。30万。やさようなら。え？え？30万。私を楽しませてくれ。落ち着いて、輪を持って尊しとなす。え、なんか脳みそが CR パチンコやってる気分だけど、なんかこれいい度胸だね。カフカや。あ、30万。あ、会議効果だって。なんこれ。一層につき持続火ダメージプラス1パ。この効果は最大で99層。バカじゃ、バカだろ。持続ダメージ1回受けるたびに持続ダメージプラス 1% なんだ。で、最大99層。バカだな、99層って。絶対気持ちいいじゃん。来た！待ってました、トラペゾヘドロのサイコロ。私のものをリセットしてくれ。壊滅。プリズム。はい、はい、はい。あ、悪くない。あ、カフカ気持ちいいよ。ビッグロッタリーでしょ。今の私は今、パチンコの親からな。あ、天外聖火隊レコード。いいですね。3ターン耐えれるよ。星1から3の祝福を1個購入する。準終滅壊滅。対消滅回帰不等式、これ強いんだよな。1人だけ集中攻撃されて。いや、ジェパードやん、今回。今回ラスボスジェパードです。で、ジェパードが、こいつ攻撃してっつって指定して、シルバーメインのやりキャラが全員集中攻撃して死ぬことがなくなるから、これでいい気がするな。はい、ジェパードは。良いぞ。刮目して待とう。ビクロッタリー、だ、うおっと。星3の祝福を一つ放棄し、3の祝福を一つ。祝福交換。こん中だったら記憶いらないな。記憶捨てて。虚無！敵は持続ダメージを付与するされるために会議効果。おー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 。面白くなってまいりました。さて。どれを上げるべきなんだ？会議効果つけやすくなりまくるのね。これ良さそうやけどな。ターン回ってきたらさらに一回。まずこれ。火ダメージマイナス 15% が、これ欲しいんだよね。これ取って、効果抵抗を下げる方が良さそうだな。効果抵抗。OK。これでいこう。さあ、ジェパーさん。好きに戦うといい。今の私たちは、バフでマシマシだよ。60万ダメージぐらいの持続ダメージが見たいな。急がば回れだ。償いたまえ。開幕からバリバリしてる。あ、じゃあ初手デバフ。バリ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 。あ、で防御力削除してもらいます。え、じゃあウルト。さようなら。さようなら。パー14万からの8万2000からの爆発ためて、ガツンとくるやつ。弱点増やして一気に片付けましょう。撃破させてカフカの攻撃力上げて、
ダメ。落ち着いて。ちょちょちょ。やば、気持ちよすぎる。集中しろ。指示を聞け。ジェパードさん棒立ちでありえないぐらいのダメージ食らってますけど、大丈夫ですか？ジェパーさん。ああ。からの。からの。パオ。24万。やべえ、インフレしてるダメージが。ちょっとスキルポイント欲しい。いい度胸だね。シールド貼るけど、シールドどれぐらいのスピードで解けるかちょっと見たいな。ウルト使えばシールド壊せるけどな。じゃあ普通に通常でしよう。集中しろ。やめて。じゃあこれで死ぬから、今ので集中攻撃で死ぬからダメージ分散させてます。さて、あ、ウルトですよね。ああどうなってんのって今。会議99層蓄積有志劣層燃焼関連。カツンと来るやつで行こう。辛いか。もてなさないと。苦しいか。はい、連携攻撃。わざとシールドまとわせたいんだよな。駆逐する。耐えるぞ。耐えるぞ。バリ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 。バリ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 。呼吸するその感覚。もうじゃ再臨。アイデバフ。13万。ダメだ、気持ちよすぎる。輪を持って投下した。やべ。諸悪退散。インフレスターレールか、これが。お別れの時だ。あ、俺。ジェパード弱。脆いがゆえに美しい。脆いがゆえに美しい。ひでえな。戦い方が陰湿だ。いやー、いいっすね。いや、カフカどうなんだろうな。忘却の庭で強いって言ってたよな、みんな。忘却やるか。絶対されてんのか。乱流。追加効果を発動後。全耐性マイナス 30%。あー、カフカ追加攻撃やりやすいもんね。カフカ主軸で、やりますか。弱攻撃。2回行動。スキル。ウルト。ナイス。じゃあ9層10層だ。雷弱点、スバローグ、雷、炎、風。うわあ、絶対散歩。散歩いたら絶対気持ちいい。散歩、いるけど。まあまあまあ。これでいいかな、パーティー的には。軽減。うん、いいね。カフカ、いいなぁ。よう、このレベルで絶妙な調整してきた。アタッカーっぽくも動かせるし。リンクスって言ったけど、あの子は星4っぽいんだよな。でもリンクスね、めっちゃ可愛いんだよな。あら、うずうずしてるよね。なんか金髪のめっちゃ可愛い子がいるのよ。律令が如く。個人的に刺さりました。痛い？ん？怖くない？あ、陰月か。陰月と不言か。そうだそうだ。さっき陰月の話題してたのに忘れてんのやばいわ。立ちなさい。そう考えると今後もスターレールのピックアップやばいな。今ガチャ引いたらモチーブキブローニャすり抜けカフカ2枚引きを全て10連ずつで引けてしまったので、引きよって強すぎん、役落としに。私にスパチャするのが役落としってなんかおもろいな。喜んでいいんかな。素晴らしい。ありがとうございます。リンクス出そう。リンクス可愛いよな。わかるわ。パオ。これ螺旋9層ですね、今。相手感電してないよな。スキル使う意味。まあ、いいか。通常、連携攻撃。泣いてよ、ここへ。8連クリパンチ。1、2、3、4、5、6、7、8。ナイス。大事な。将軍様をそんなめった切りにするなんて無礼な。早めに回復しとこう。助けても何も出な
助けても何もねえないわよ。礼儀がなってないわ。立ち切れ。それ落ち着いて。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ゴーン。素晴らしい、さようなら。バン。バン。弱っておるの。いや、爆発の回転がいい。私に陛下に慈悲なし。俺は元凶の公演性って強いね。会心が出なかった時に会心上がれてたっけ。立ちなさい。重傷じゃの。なんか会心が出なかった時に会心が上がる効果ってすごい原神の旧貴族武器を思い出すんだよな。原神の旧貴族はあんまそんな強くなかったな。全員死刑。泣いてよ、ここへ。オッケー、スキルポイントもいい感じ。さあ、こっから死んだらやり直しだぞ。頭使え、ミスるなよ。丁寧に回復もするんだ。まあ通常だな。落ち着いて。で、連携攻撃。討伐開始。やべ、油断したら負ける。油断したら負ける。油断したら負ける。素晴らしい、さようなら。スバログお手で召喚してくるから、そこも警戒しながら。ここは白のスキル回復やな。俺、道を開けよ。陛下に慈悲なし。ベクロで回復するとスキルポイントが途端にきつくなる。見せて強炭の薬よ。強炭の中の薬よ。増援。増援。誰だ？誰が来る？耐えてる耐えてる耐えてる。軽減。全員。マジ。軽減引っ張んの。マジか。いや、これお手手壊さないとだよな。誘ってないけど。通常攻撃、連携。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。直してやろうか。よいしょ。お手手ぶっ壊し。オッケーオッケーオッケー、帰ってきた。お帰り軽減。タッチ。立ちきれ。はい、全員ダウンか。いや、これスバローグが感電20ぐらいで入ってる。感電感電糸。オッケーオッケーオッケー。で3回入るわ。いいね。で連携攻撃させて。落ち着いて落ち着いて。素晴らしい。死ぬな死ぬな。死んだらやり直し。緊張感増してきた。通常攻撃でいいよな。回復は大丈夫。通常当ててウルトで回復して、早めに使っといた方が結局ピンチになった時にまたたまりやすい。オッケーオッケー。で連携攻撃。めっちゃ人生削れる。スバローグまたダウンするんじゃないかこれ。大丈夫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 。お手手破壊。臨海地長官。大丈夫大丈夫大丈夫。全員死刑。大丈夫。礼儀がなってないわ。ここで通常攻撃で破壊。連携攻撃。弱っておるの。スバローグやれれば勝ち。いや、安全に行こう。片付けない。片付けない。システム実行。助けてくれ。大丈夫大丈夫。私に泣いてよ、ここへ。見せてや、強炭の薬よ。強炭の中の薬よ。私をいじめるな。七連パンチ。呼吸するその感覚。あ、オッケー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 。耐えてる耐えてる。素晴らしい、さようなら。オーケー。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。白露がタンクになってる。いや、白露が狙われる分にはめっちゃありがたい。体力多いし、狙われたら狙われた分だけ立ちなさい。爆発が回るからいっぱい狙ってほしい。むしろナイス白露。9層突破でーす。さあ、問題の10層っすわ。
前半が結構やばそうなんだよな。この主人公が全部タゲ取ってチームを守る。あると思います。いけるかな。カフカ、白露、アスター、ワイ、雷、雷、炎、炎。いや、あると思います。あ、気持ちいい。怖くないよ。落ち着いて。バリ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 。はい、最初は白露のねダメージ食らったら回復の生成効果が頑張ってくれる。立ちなさい、チャンスだよ、チャンスだよ。竹取るか。不滅のアンブル。やべ、攻撃力上がった。完全強い。パワー、いいね。ターンも全然消費してないわ。通常攻撃やれるくね。はい、連携。オッケー、完璧完璧。ターン数管理完璧。39ターン残ってるよな。さて、やり先に火を、やり先に火を、断ち切れ。おう、でスキルポイントは炎主人公が結構余裕持って回復してくれるから、白露はちょっと回復に走ろう。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。じゃあアスターの体力がマジで不安。螺旋行っていい体力ではない。立ちなさい、重傷じゃの。体力だな。うん、助けても何も出ないわよ。で人生削って、はいはいはい。あ、耐えてる耐えてる耐えてる。ナイスナイスナイス。その感覚覚えておいて。スキル、どう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 、大丈夫。通常連携攻撃、落ち着いて、考えろ考えろ。ナイス、炎主人公マジ。大丈夫大丈夫。そろそろ危ないな。やばい、攻撃力超大幅アップ。いやでもこっちが削るのが早そう。よし、素晴らしい、さようなら。白露使っていいね。あら、優しいのね。優しいのね。立ちなさい、礼儀がなってないわ。いや、マジ連携攻撃様々ないよ。いや、削れる削れる。誘導対象感。すべては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ドーン。いける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 。落ち着いて、やり先に火を、炎。このパーティーいいな。今回の敵の人生が炎雷が刺さるおかげでぶっ刺さってる。誘ってないけど。連携攻撃、あ、連携打てないか。はい。はい。俺誘導体吸収しちゃうよな。いや、いいのか。立ちなさい。じりじり削れる。殴られて、誘導体、あ、氷結嵐か。耐えてる耐えてる耐えてる。白露切っていい。助けても何も出ないわよ。アスターの連携、こっから連携攻撃発生。あ、ないか。まあいい。やめて。やめて。面白い。私が守る。ナイス。スキルポイント5個残って、白露のエネルギーもまあ耐えてて。頑張れ。全員。頑張れ。全員死刑。素晴らしいと、さようなら。攻撃力上がってるからね、アッサーで。だいぶ感電のダメージが増えてる。効果抵抗。はは、うまっ。あ、白露。お前。待て。積んだか。落ち着いて。新人なる力。新人なる力。レジロ。やばい。
ミラクル起きる。回復。優しいのね。ヘルスを高く保て。あ、鎮静削れる。ナイスナイスナイス。槍先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。怖くないよ。オッケーオッケーオッケー。連携攻撃はないないから、こっち。チェック。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。カッザ。ゴーン。ちょっと運勝ちした。素晴らしい、さようなら。直してやろうか。弱点属性にぶっ刺さりまくって必殺技打たせないムーブができてる。見せて強炭の薬よ。あら、優しさそってな。ドドドドドドン。ドンドン。え、相手行動できてなくね。はい、またおやすみなさい。立ちなさい。礼儀がなってないわ。誰かな。はい、もう一回。痛くないね。私が守る。私が守る。落ち着いて。すげえ、完全に封殺した。この人大技全く打ててないからね。素晴らしい、さようなら。カフカ引いた方が良さそうですか？今んとこカフカは悪くはないけど、必須キャラではないな。てかもう一番されて引くべきキャラが羅刹だろ。羅刹一番で、ね、その次銀狼で、ってなってるからな。そいつら持ってるならカフカ引いてもいいと思うし、まあ好きなキャラ引くのが一番なんで。必須、なんかまあそうね。全ては星々の星々よ。ああ好きなら引いてって感じ。開拓者たちに真なる祝福を。羅刹銀狼はやっぱやばいし、探索効率とか普通にちゃんと操作した時のゼーレの強さもあるし、今んとこ羅刹銀狼ゼーレカフカはこの辺りかなって感じがします。立ちなさい。陰月どんぐらい強いんかな、わかんないや。全員死刑。羅刹170連で引いた。それだけする価値はあると思う。怖くないよ。ナイス。はい、ということで10層クリアしました。まあカフカ強いね。いや、私にはゼーレっていう最終手段があったからね。結局ゼーレと銀狼で弱点、両親の弱点埋め込んでゼーレ使えば倒せるんですよ正直。ゼーレあんま使わんかったからね。いや、いいな、私のパーティー編成に多様性が生まれ始めている。良いぞ良いぞ、素晴らしい。